今じゃオンラインサロン以外何やってんの？オンラインってオンラインだとそのウェブの連載があって、元自分が宝塚劇団で起きたこんなことがあったよっていうのを各週で連載してるの連載があって、それもやっぱ一応有料だから、そのオンラインサロンも有料でやってる感じだよね。有料コンテンツ、無料コンテンツでやってんのかはね、もう自分の SNS ぐらいしかないね。あとはね、だからやっぱそのオンラインでのレッスンとかになってくるよね。タンバリンリズム教室みたいな。なんかそれ言ってたね前、なんかそういうさ宴会のさ、あ、それは宴会用なんだけど、 そのオンラインタンバリン教室はちょっとこう小さい子たちとかにこうリズム感曲聴いてもらって、その曲にの中で打たれてるリズムとか手を叩いてみたりとか、リズムと一緒に楽しんでもらってリズム感を養うで、その日頃動けなくなってるだろうから発散してもらうみたいな。とさ、なんかそれこそ2月3月ぐらいってさ、ああもう何もかもできなくなっちゃう状況が始まるみたいなぐらい、ちょっと終わったみたいな感じあったけどさ、だったらさ、やっぱり見に行きたいっていう欲はあれど、それで人を誰か巻き込んでしまうとかなったらやっぱり行けないっていうこともあるから、中でやっぱオンラインでライブ中継ができるとか、そういうこと、なんかもうこうなってしまったことに誰が悪いとかそういうことを考えてるんじゃなくて、じゃあちょっとオンラインでできるとこまでやってみようみたいな、その動きとかになんか自分も乗っていきたいなとか思うし、あ、こんな楽しみ方もあったんだとか、やっぱりオンラインでできることって結構あるよね、すごいよね。直接会わなきゃ伝えられないことが多いって思ってたんだけど、じゃあそのこれはそれでちゃんともうやっぱり出会えるようになった時には取っとくんだけど、オンラインでもできることっていうのでそっちで広げていかなきゃ今は楽しく過ごせないしなとか思ったり、結局なんかオンラインリアルで会わないと伝えられないって、なんかねそれはね思い込み、うん、ある種思い込みが強すぎたんだと思う意外とオンラインでも伝えられることが伝わるし、あのノミニケーションなんて嘘だよそれななんだよな本当に。しかもこのオンラインの方がちょっと時間をちゃんと決めて時間を取ってやってるから、内容も逆に濃くなる。意外とこれはこれで、うん、まあそうオンラインって例えばすぐにこうちょっとタイムラグがあるから、うん、会話とかはすごくキャッチボールはちょっと気使ったりするかもしれないけど、それでもやっぱ喋れるしね。こうなったらそうなったっていう順応性があるってことに気づけたし、自分もで、なんか私だって5月末ぐらい もはや逆にもうこの生活が終わっちゃうことが名残惜しすぎて、てか再びこの外の世界に出るっていう心の準備をするのに、ごめんちょっともうちょっと時間欲しいなって思って、あの5月末さ、なんかちょっとさ解除するかしないかさ、何日に決めるみたいな感じでさ、2日ずつぐらいで、ね、日本はあのちょい伸ばししてきたんだけども、いやもういっそのこと6月まではもう休もうみたいな、でなんならもう今年いっぱい休もうみたいなぐらいの気持ちでいたりしたから、いい、もう私大丈夫外に出なくても生きていけるって分かった、今もう出れないでもさ、それを選択することは可能だよね、これから。全然できる。てかもう外に出るっていう選択肢があってもオンラインで会議でいいんじゃないですかっていうことになったし、そのアホほど電車乗り継いでその現場に行ってたことで、何だったら間に合わなくてお待たせしちゃってたりとかもしてたわけだから、ピッツってそのままできるんだったら絶対皆さんその方が時間いいと思うし、私はあとどうしても2日に1遍ぐらいなんか番犬的な人がいないと、あの自分に優しくなりすぎる瞬間っていうのがあるから、的な番犬が欲しいなと思って、私それこそだから今日自分の家での仕事を中継するんで、サボり出しそうだったらコメントくださいみたいな、なんかそういうちょっと緩い、なんだろう、リモートワークのなんか配信でもしたろかなってぐらい、誰か私を叱ってくれみたいな、見といてくれみたいな、それはちょっとあの、なんかやっぱどっか仕事とか行ってると他人の目があるからキリッとしてなきゃいけないみたいな部分はあるんだけど、近くらとかつけたらいい、そうだね
ベッドで寝転びそうになったらなんか全国中継みたいにそうそうそうなってるとか思えばいいのかも。それぐらいなんだよね。それはさ、なんか自分で好きでやってることでもそうなっちゃう感じ。なんか定期的に私はすごい1時間半とか経つと急にプツって集中力が切れる時とかがあるから、別にそれはいいんじゃないの、休めば。なんかね、なんだろうね、それがねプツって切れて、うん、ちゃんとすぐ戻ればいいんだけど、うん、一生戻らないみたいな時もあるわけ。一生ってどういうこと。今日はもういいわみたいになりかける時があるから、うん、でそういう時誰だよって言いながらやるとすごいなんか手とかの動きが遅くなったりするから、なんか今自分でガチャポン作ったんだけど。ガチャポン、あの普通に木で作れるガチャポンね、うん、作って、で紙になんか叱咤激励の言葉をめっちゃ書いて働けみたいな、怠けるな、この何時間の遊びが後で締め切りで苦しめるんだぞみたいな、お前をみたいなこと書いて聞いて、でもその中の1個だけスーパー甘やかしタイムみたいな、1時間ゴロゴロしていいって書いて当たり出ろ当たり出ろっつって面白いそれ。本当そういうことやってれば一人で永遠に楽しみながら生きていける。私は一人で楽しむのも好きなんだよね。でも毎朝毎晩そのオンラインサロンで一緒に運動して頑張りましょうとか言うから責任って思えるわけリーダーみたいな感じで一応言ってみんなで頑張りましょうっつって一人で無理無理ってなってガチャガチャ引いて甘えたい甘えたいってやって夜あそろそろだぞって思いますね。じゃないとダメだからなんだかんだだから楽しく過ごしてたね。でもなんかインスタとかに関しては本当外に出て報告することが多かったから、家のことぐらいあれ私本当はだからインスタって毎週日曜日って言ってたのね、うん、でも基本的になんかその1週間のうちに絶対に感激とかしてたから何々を見に行ってきたっていう感想、私なんかだからインスタとかに関しての投稿意義みたいな、まあ意欲みたいなのは感激だったわけ。感激したからそれを報告したいみたいなので投稿して、でまあついでにそのなんか面白いことがあればっていうぐらいの気持ちだったからねえなってなってねえな言うことみたいななんかいつ言おうかなと思ってたらなんか全然明日やるかみたいになっちゃって、え別に私の私生活なんか言わんでもよくないみたいな感じにもなって。でも気になる人はいると思うよ。すごいそこに関しては急になんかもじもじくんというか、うん、急になんか新学期の3日前ぐらいからもうとてつもなく緊張するみたいな言ってしまったよね。あーどうしよう、あー来ちゃうみたいな自分自身よく思うんだけど、あんまりなんかこうしました見てっていうのがあんまないのよね。何々してきたっていうか、なんかこの舞台絶対見た方がいいぜみたいな、だから話したかったりするんだけど、意外とあれだね、なんか宝塚で役者としてねやってた割にはなんか自分を見てみたいなのはない。なんかね難しいんだよねそこ。いやだってその気持ちがなかったら受けてないはずなんだよ。だってみんな真ん中目指して入ってんだから、みんなトップスター目指して入ってんだ、私だって一応こんな感じだけどやっぱ一応真ん中に憧れて入ったわけよ。なんだけどなんかだんだん自分のその最初に芝居とかの授業とか受けた時に真ん中の芝居と支える芝居みたいなのが違うみたいなことを感じたのね。なんかこう正面切って話していい人は限られてるなとか、てかその相手としてその目立たせなきゃとか真ん中に立つ人が必ずあの客席を向いた芝居にするには私がその人よりその人に背中をってか客席に背中を向けて話さなかったらそのアングルって生まれないなとか思ったりとかし始めた時から、やっぱりどこ客席から見て自分は背を向けるべきなのか正面向けるべきなのかってなった時、背中じゃんってなった時からやっぱもう違うって思うわけじゃん。だけどこれが本当に難しいんだけど、本当にその劇団にとってそういう支えてきてくれた人偉い、なんかまあその功労っていうかまあそのちゃんとやってくれましたねみたいな本当に素晴らしいプロフェッショナルの方がたくさんいらっしゃって、脇を固める方々、まあ、専科さんって呼ばれるプロフェッショナル集団もいれば各組にそういう、もうダンスで脇を固めてたりとかいろんな人がいらっしゃるんだけど、その人にあまりにもその人たちってあまりにも作品に溶け込みすぎると今度人と
タレントとしての名前はあんまり外には呼ばれなくなるっていうか、実際なんか舞台するときにあの人はしっかりと固めてくれるからって呼ばれて、でたくさん舞台見に来てくれてるようなこう感激クロートの人に初めてあの人はいつもいい仕事をしてるっていう感じで覚えてもらえるんだけど、初めて見に来た人に誰が印象残ったって言われたら絶対その人とはなりにくかったり、やっぱ真ん中みたいな感じになるわけじゃん。でもそこのバランスってすごい大事で、なんか脇も固めつつあいつなんかやってんなくらいのことはしないと、やっぱりそれってあの人いつもいい感じにはなんかいい感じに邪魔しつつ溶け込みつつみたいな、なんかこのバランスってすごい難しいなって思って、だからなんか手紙とかでも私はなんかもうちょっとおとなしくした方がいいっていう人もいれば、そのもっとやったれっていう人のその狭間にいるこのここをちゃんと突き詰めていかなきゃいけないんだろうなって思ってたかな。